おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水はあマイクロビットの動画を公開しています。今はですね、マイクロビットとマイクロビットがつながっているコンピューターとのデータのやり取りをしようということで、えマイクロビットで通信というシリーズでえ動画を撮っています。最終的にはですね、うまく JavaScript、Web 上の ブラウザー上にマイクロビットのデータを取り込んで JavaScript で処理して木、金、土にやっている a フレームですねバーチャル空間の表示 a フレームとっていうものとジョイントして何か 3D ゴーグルで見て何か動かすマイクロビットで何か動かせないかなみたいなことをやっています。 はい、だから私の勉強中になるので、えー、うまく <laughs> あの動画が撮れるか心配なんですけどなんか前回も1時間ぐらい撮ってなんか意味がなかったような動画もあったりしてちょっとへこんでるんですがまあそれは置いといて始めましょうでまあそういうキーワードで見つけてきたものですウェブシリアル API っていうキーワード で、検索してもらえばヒットすると思うんですが、まあ、あの、私の外、この動画の概要欄にリンク貼っておきますけども、いろいろ JavaScript と u r t とかマイクロビットとか検索して、こんなのが見つかったので、今日は、このキータの記事を紹介しようと思います。 ウェブシリアル API、どうもこれがこのこの頃よりちょっと前ぐらいですかね、2001年ですから、もう1年半以上経ってるような感じなんですけども、ウェブシリアル API と、このリンク何に貼ってあるんですかね。Chrome プラットフォームステサツなので、えー、ブラウザのーの ページですねなんかブラウザーがそういうのに対応したんですかね。と、シリアル API はシリアルポートをエミュレートする、うん、Bluetooth のデバイス化を介してっていうことでケーブルでもいいし Bluetooth でもつながると、まあ、これができるようになってマイクロビットって以前はあ見えているデバイスにあの、U、USB メモリーみたいな感じで 実行ファイルを作ってそこに書き込んで実行みたいな手があったんですけど多分これができるようになって非常に簡単にもうマイクロビットダウンロードボタンを押せばダウンロードできるようになったまあそう,そういう頃ぐらいにできた技術のようですねまあそういうウェブシリアル API ということでこれがまあこの方気になったということでいろいろ調べて 何か出すものが必要だと。とりあえずシリアル通信で文字列か何か値を送るものの準備してデバイスで PC とつないでサンプルを利用すれば最速で動かせるだろうと。このサンプル結構面白いですよね。これちょっと別の新しいタブで開くとこんなふうにあってポートとつないでボーレートっていうシリアル通信の速度を合わせてでいろんな設定をすれば。 これでちょっと大きくなりますか。こんな形で、えー、つないで、どうもここに受信している文字列が出てくるっていうような、あこれ、えー、URL なので、えー、このホームページに見に行っているということのようです。で、このホームページは GitHub のーホームページの機能を使ってると思うんですよね。だからここがユーザー名で、 GitHub の、この、シリアルターミナルっていうところであるようなので、これも調べてみました。で、これが本体の、この辺りのリンクは動画の概要欄に貼っておこうと思うんですけど、今見ていたページの GitHub のコードはこれのようです。 さすがにここを読む力はないんですけどやっぱりここでシリアル API とかいうのが出てくるんですよね。でどうもこのシリアル API に対応しているのは Chrome の89以上オペラとか Edge とかも対応しているようで,でそのバージョン見るのはこの、うん、ヘルプでいいのかな ?Chrome についてっていうので調べてここ今1002ってなっているので。 ああちょっと画面でっかくしたままでしたね。すいません。102っていうのになっているので、えー、これでまあ対応しているということになります。ちょっとサイズを元に戻しましょう。で、これが、ああさっきあった、この画面の開発元で、で、えー、これが、 とバージョンを示していいますとで、これを動かすためにということで、プログラムがあるんですけども、一旦キータまで戻ってきました。はい、ということで、キータに戻ってきて、この画面で簡単に出せるものとして、この方がマイクロビットを選んだということで、多分私がマイクロビットをキーワードを入れて検索したので、これがヒットしたんだと思います。 で、えっ、ー、と、クロミウムでも動くんですかね。と、と、おまあ、クロミウム、これはクロミウムですけど、まあ、私のこのチェックでは102なんで、これはまあ、適用されているということで、ここでマイクロビットのプログラムで、えー、マイクロビットのおプログラムを使いましょうと。 いうことで、私もちょっとプログラム、これを参考にして作りましたので、開きましょう。はい。とうまく保存できてなかったようなので、一緒に作っていきましょう。はい。と、マイクロビット、マイクロビット、うんと、シリアル、API とでもしておきましょうか。 はい、作りました。で、これを開いて、さっきのページを参考にすると、1、えっと、コンマ5秒ごとに、コンマ5秒ごとに、x の加速度を出すと。文字に、文字をつなげる、x コロン、うん、こ,こういう風うなプログラムですね。はい、それを真似てやりましょう。ずっとだけでいいと。で、ちょっと大きめでいけますよね。 で基本で500ミリ秒ごとに出しましょうと。500ミリ秒ごとに出しましょう。で、コードのブロックの中にシリアル通信があって、一行書き出す。で、文字列の中につなげる。はい、ちょっとシミュレーター消えてもらって。で、X の値。で、ここに、 入力の加速度の X。こんな風にしてあるだけですね。で、これを接続してあるマイクロビットに書き込みましょう。ちょっとマイクロビット準備します。はい、マイクロビット準備したので書き込みましょう。で、えー、お、なんかつながってないって言ってますね。 シリアルコネクトデバイスで次へでペアにしておなんかつながってくれないですか今日ちょっと機嫌悪そうですねじゃあちょっとマイクロビットに直接書きましょうって言ってもマイクロビットもないみたいですちょっとすいませんもう一度マイクロビットの準備を しますはい一度抜き差ししたら直りましたでこれを書き込みますはい書き込んでこれな画面にも何も出ないんですね、まあ、これでダウンロード無事終了してこれでダウンローディッドって出てるのでダウンロードが終了していると いうことになるので、これで、先ほどの画面ですよね。と、これの、もとこれ、これですね。これで、アドボーと、これでコネクトを押せばいいんですかね。コネこと押すとこんなのが出てきて、で、これマイクロビットなので、これを選んで接続すると、 感じですこの最初に出たのはこれちょっと昨日僕あの私が予備実験的に入れた値が出てるみたいです。でこんな形で、X、の加速度が出ているのでこういうすってやるとその値が出ているとちょっと大きくしましょうか。 こんな形で動きに合わせて加速度が取れているというのがわかると思います。で、これでディスコネクト、コネクト、よくできてますよね。で、つながったり、たりするというふうな形で、これでウェブ画面に出てるんですよね。ブラウザの画面に。だからマイクロビットで処理した値が、 ブラウザの接続側で取れていて、プログラムが表示されているという形で、何かアプリケーションを入れてみているわけでもなく、まあ、あ Windows 版で t e タ a t r m っていうソフトウェアをご存知であれば、Teratarm、まあの画面上に出ているのがなぜかブラウザの、多分これ JavaScript とか何かで書かれているんだとは思うんですけど、こう見ていると、 まあここに JS とかも出てきていて、で、ソースとかを見ると、これがインデックス HTML なので、ちょっと詳しく、なんかこのなコネクトとかこの辺に何かいろんなものが組み込まれてるみたいなんですけど、一応この HTML が多分開いているという認識をしていて、で、このターミナルっていうところにダウンロードされた字がどんどん書かれるように、 うまくなっているということのようです。はいまあ、今日はこんな形で、マイクロビットからシリアルで、えー、プログラムを書き出す、こんなプログラムですね。文字列を出せば、それをちゃんと,、うん、とブラウザ画面で表示できているので、うん、とシリアル API ってやつですかね。Web シリアル API というのを勉強すれば、 何て言うんですかね、えー、マイクロビットをこのようにケーブルでつないだ状態でここで処理して書き出した,あ書き出処理した値をシリアルの文字列ここがちょっとあれなんですけど文字列として書き出したらコンピューター側では文字だというふうにして受け取れるということが分かりました。 でこのサイトを動作している様子とかもあってですねであとまだ他にも後で見てみるとかこんなのもあるのでで追記の2とかもあって結構勉強されてるみたいなのでこのヨ,ヨ,ーヨースケトヨダヨーさんヨースケ豊田さんのこのキーたのページをこの後今週は追っかけていきたいなと思います。 はい。じゃマイクロビット消しましょう、はい。今日はこの豊田洋介さんのホームページから w e b シリアル a p i というのをやってみました。はい。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは、今はですね、マイクロビットで取った、処理したデータをですね、シリアルポートっていうの,のとこから出力して、 えー、マイクロビットがつながっているコンピューターのブラウザ上でデータを受け取るというものですね、えー、どうも WebSerial API というやつう名前で呼ぶようですが それを今週は勉強していきたいと思います、はい。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に月火水はマイクロビット木金土は WebVR の説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、えー、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。